丸山ワクチンは日本医科大学皮膚科教授だった丸山千里が開発した顔面液療法剤である。無色透明の皮下注射液で主成分は人型結核菌から抽出されたリポアラビノマンナンという多糖体と核酸、脂質である。丸山千里1944年、丸山によって皮膚結核の治療のために開発され、その後、肺結核、 ハンセン病の治療にも用いられた。支持者たちは末期のがん患者に効果があると主張しているが、薬効の証明のめどは立っていない。1976年11月にゼリア新薬工業から厚生省に高悪性腫瘍罪としての承認申請を行うが、1981年8月に厚生省が不承認とした。ただし、引き続き研究継続をするとし、 異例の優勝知見薬として患者に供給することを認め、現在に至る。2015年12月末までに399,787人のがん患者が丸山ワクチンを使用している。丸山千里は1944年から結核菌の発見者、ロベルト・コハホが開発したツベルクリンにヒントを得て、結核ワクチンの研究を行ってきた。ツベルクリンは、 結核治療用としては副作用が強すぎて失敗に終わり結核診断用の薬剤として生き残っていた。丸山は培養した結核菌から有害な毒素を取り除くことに成功。残った成分の多糖体、核酸、脂質によってワクチンを作り出した。丸山らはこの結核ワクチンが長年皮膚異母状結核や 顔面派手上属流性狼草などの皮膚結核に悩んできた患者たちに諸行を示したとしている。その後ワクチンを改良した結果、1951年から52年頃には肺結核にも効果を表し、空洞の縮小、消失に諸行を示した。1947年から1966年には、ハンセン病の治療にも用いられ、丸山らは患者の発汗機能、 近く麻痺の回復などに有効だったとしている。丸山が国立療養所多摩前小園に通って、ハンセン病患者の診療を続けていた1956年秋、患者が体内に雷菌または結核菌を保持している間は、癌の発生を抑えているという事実を発見した。雷菌と結核菌とは同じ抗酸性の肝菌であることから、 結核菌抽出物質の丸山ワクチンが、癌細胞の増殖を抑制できると考えた。実験を重ねた後の1966年に、このワクチンを悪性腫瘍に使用した場合、組織細胞の異常増殖を抑制する作用があり、副作用が全くないので、ある程度有効、かつ安全な高腫瘍物質だとする論文を発表した。昭和40年代以降、 ガンの特効薬との噂が一気に高まり、医薬品の承認の手続きより世論が先行することになってしまった。支持者による単眼署名運動などが行われ、国会でも医薬品として扱うよう要請された。菅直人は再提出された丸山ワクチンの申請データには、使用縮小効果が39例中1例、記載されているがこの使用縮小効果は、 認められなかったと国会発言している。愛知県がんセンターと東北大学がそれぞれ行った臨床試験については丸山ワクチンの有効性が認められなかったとされている。放射線療法による白血球減少症の治療薬として1991年に承認されたアンサー二十は丸山ワクチンと同成分である。アンサー二十が効果ありとされた。 白血球減少症は悪性腫瘍によって引き起こされる症状、あるいはその化学療法や放射線療法時の副作用への対策薬である抗がん剤として承認されたわけではない。丸山ワクチンは有効性の確認のための研究を継続するため、試験期間3年で優勝試験を行い、その結果によって、その都度試験期間の延長の届け出が行われている。 丸山ワクチンによる治療を望む患者あるいは、その家族は、丸山ワクチンの知見を引き受けてくれる医師を探し出し、知見承諾書及び SSM 知見登録書を整えさえすれば、丸山ワクチンの投与が受けられるという1972年以来の状況が続いている。指示者は、がん化学療法剤が悪性腫瘍に直接作用して腫瘍の縮小。 消滅を図るのに対して、免疫療法剤の丸山ワクチンは、投与によって体内に抗体を呼び覚まし、癌の成長、転移を抑制する効果を期待するものであるから、癌と共生しながら延命するケースもある。したがってこの薬剤の有効性は、狩猟縮小率を基本とする効果基準では判定できない。と主張する。しかし、 免疫療法剤として承認されたニボルマブの総効率は、悪性黒色種で三十二パーセント、肺扁平上皮癌で二十五点七パーセント、非扁平上皮小細胞肺癌で十九点七パーセントであり、主要縮小率を基本とする効果基準で判定できた。また、第0級四外国外社会労働委員会第二十号において、村山達夫厚生大臣は、 丸山ワクチンに縮小効果が見られなかったので延命効果判定を導入したと答弁し、梅原誠一参考人は主要縮小を目安とする効果判定基準が丸山ワクチンには不適当であると考えたから延命効果判定を用いたと答弁しているように丸山ワクチンがきっかけで主要縮小効果がなくても延命効果があれば承認されることとなった。丸山ワクチンと ほぼ同時期に申請された免疫療法剤のクレスチン、ピシバニールが短期間の審議で承認された例と比べて不公平ではないかと国会でたびたび質問されているが、丸山ワクチンの手続きに時間がかかっている原因は提出データの不備によるものであって不公平な取り扱いをしているわけではないと答弁されている。また、手続きに要する時間の差については、 クレスチンやピシバニールは提出された資料で効果が証明されているので承認が早かった。丸山ワクチンは提出された資料では効果の証明が不十分なので追加資料を求めたから時間がかかったとされている。なお、クレスチンやピシバニールの共同研究者等が厚生省中央薬事審議会のメンバーであったことが明らかにされたが、 砂原も一参考人は、それなら、クレスチンやピシバニールをやめさせろと言えばいいわけで、丸山ワクチンをいい加減に通せとおっしゃるのは、論理の逆立ちとし、これら疑惑が、丸山ワクチンを承認すべき根拠とならないとする、見解を示している。2016年2月現在、丸山ワクチンは大規模臨床試験の段階に入っている。ジャガーグが、 ゼリア新薬工業から丸山ワクチンの有効性を調べる臨床試験を依頼されたのは1992年だった。子宮頸眼スリーの患者を対象に調べたところ、濃度を 40G の最大にした注射液が主要縮小率に優れていた。そこで 40g 液を使った場合の患者の生存率を二重盲検試験で調べることになり、プラセボの代わりとして、 濃度を極めて薄くした丸山ワクチン B 液を使った。丸山ワクチン 40g 液は41.5%で、プラセボ代わりの 0.2g 液を使った患者は58.2%で、丸山ワクチン 40g 液の5年生存率が10%以上優位に悪かった。2004年からは B 液を対象とした臨床試験を実施した。放射線療法。 丸山ワクチン B 液と放射線療法プラセボの二重盲検試験である。これで5年生存率を調べたところ、前者が75.7%、後者が65.8%だったが優位差はなかった。この試験に携わった埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科教授、藤原圭一は臨床試験の期間において、 医療機関に放射線化学療法が導入されて患者の予後が予想以上に良くなったこと、病気通気の患者数が想定していたよりも多かったことが原因だとしている。臨床結果として藤原圭一らが2013年6月の ASCO において丸山ワクチンの試験データを報告した。ありがとうございます。